皆様こんばんは。遺体管理人のカヨカリンです。今週もよろしくお願いいたします。はい、第二週の今夜は広島のともみさんに来ていただいております。ともみさんよろしくお願いいたします。はい。 えー、かりんさん、皆さん、こんばんは、広島のともみです。どうぞよろしくお願いします。うん、お,願ますお願いします。えっと、ね、先月の、うんと、あの時、だ第5週になるのかな、3月30日。そうですね。いや、私、うん、すごい喋りすぎましたね。<laughs> いや、そんなことない。<laughs> そんなことない。私が <laughs>。お願いしてましたから。 久しぶりだったしっ,っていうことでね、だからあのそう,そうですよね。まさかこう、うん、また二回目のねあの時間をいただけるとは思わず、あの時間内で全部つっ。うん なんか喋り切ろうみたいな。<laughs> <laughs> そう、それも私が言ってなかったから。あの、いきなり最後の最後で、<laughs> じゃ、あ次もって決まっちゃったから。<laughs> ともみさんには段取りもなく、準備もなく、あの、慌ただしくさせてしまったなと思って。なんかごめんなさい。い,いえいえ、とんでもないです。まずね、やっぱり、あのー、なんでしょうね、思うところがたくさん。ありすぎて。うんうん。うんうん。だから、ね、すごい、お話してしまったなって。 ちょっと反省しつつ、うん、まあでも、あの実際ね、ねあのあと私がこう X でお話をさせていただいたわけなんですが、ちょっとね、あの、うん、感想というか、はいをあの書かせていただいたら、カニーさんもね、うん、あのリポストしてくださいまして。うんうん、はい 美智子さまの臨終時に起きた<う>ドラマのようなエピソードをたくさん聞けますって友人のたくさんの<あ>大切な方が亡くなった時、はい、遠方の私はご遺体専門として何ができるだろうと考えさせられましたっていうこの、ね、コメントにまたちょっとぐっと来てたわけなんですけども、はい、なんかね本当にこんな素人の在宅介護をしてる ところからハニーさんは、ね、あのよく私の行動をというか、私と祖母のことを知ってくださってたわけで、こういうふうに思ってくださってたんだなとも思ったんですけど、なんかちょっと興奮気味に、ね、話しすぎた中で、まとめてくださった感じでしたけど、いやいやいや、まとめて、まとめては特に、ま,ま,ま,まとめる。 まとととめるよりももっっスケールが大きい話だなんかあの本んに少しもう本当に少しだけお話くださってたんだなっていう風にもっと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 深くもっともっとあのすごいところがたくさんあったと思うんですけどただあの私ポストで X のその SNS 投稿でちょっとだけしか知らなかったと思うんですねそれでももっともっとたくさんあっただろうけどなんかともみさんはあのうまくこの。 表面やっぱり SNS に出すっていうところをうまくもしかしたら考えて出してたのかなっていうのをすごくあの改めて感じましたね。介護っていうのは、うん、とてつもなく、うん、とてつもなく,深,くもの深いものだと思いますその中であのうまく、うん綺麗、うん、にだから私たちこの見てる人っていうかねあのフ,ォロフォロワーというかそのともみさんの X をフォローしてる人たちっていうのは その最後までおば、うん、あちゃんね、おばあちゃんね、はい、<laughs> 美智子さまのことをもう最後まですごく美しい女性で、うん、あのもうけたかく美智子さまという名前の通りの方で旅立たれたんだなって、みんなそういうふうなコメントだったじゃないですか、なんかそれに感動して、本当にありがたたかったです、うん、そうあのコメント欄に感動しました、さらに。 <laughs> あのそれってうまくともみさんがこう,うまく発信されてたんだと思うんですなんかいろんなことがありつつだってね6年もう足掛け7年ってことですよねそうですね7年目に入ろうかっていうところ、うん、だったわけなんですけどね。うん、そそ、うん、そうそうそうっていうのをまず一つ感じたのとあとやっぱりその先ほどの遠方の私に何ができるのかなっていうのは。 まあ、あのその通りでうん、うん、実は、えー、と今までも何名か自分の,、うん、のお父さんが亡くなったとかあとお母さんが、ねえー、と亡くなったということで県外の方からこういう時どうしたらいいのかっていうメールとか来てたことがあったんですよ。遠隔エンゼルケアみたいなことを私お教えしてたんですけど、うん、だけどやっぱりそれには非常に情報が足りないんですよね。あの うん、なんでかっていうと葬儀屋さんのそうそうやり方がそこに間に挟まってるので全て私のやり方でできるのであれば、まあ、沖縄だったらねできるんですけどやっぱり葬儀屋さんの,あの,もう、ね、あのやり方に沿ってやらないといけない時にこういう部外者のああだこうだっていうのはすごく厄介なんですよあのいろんな面でだからどこまで行ったらいいのかなってなんか思いながらの中でともみさんの。 そのね、ケアのお話を聞いていて、まあ、本当にもう見事にやり,やり遂げたなともう、まあ、本当にもうその言葉の通りだと思いますだって5日間ですよ <laughs>、うん、5日ってなかなかな,、ねうん、なかなかな日数でとりあえずで、ね、23日くらいだろうなって読んでたんですよはいはいで私あの、まあ、よく講習とかでもお伝えするのがこの亡くなってから24時間以内は「 あんまり変わらなない期間なんですね、うん、お顔立ちとかがさらに翌日に、まあ、ちょっと、ね、変化があったとしてもその翌日には仮装されるのが大体なスタンダード、うん、全国的なのだと思ってたんでさら、ねうん、にさらにってなった時にどこまで、ね、ちょっと、ねまあ、悪化という形で変化が起きてしまうのかなというふうにちょっとふと思ったりもしたんですが、ね、最後の、ね、お写真拝見したけど本当に綺麗だったじゃないですか。 うん、ありがとうございます。<laughs> うもう、もう、その言葉が嬉しい。いやび、びっくりし、しかも、しかも、このメイク剤を、あの、ともみさんの化粧品でされたんですよね。そあいや、えっ、ー、とね、<う>普段、うん、祖母が使ってたものを、そのまま使ったんです。いや、これ、すごい。これはね、あの、痛い業界をびっくりですね。<laughs> そうそう、五日目のご遺体に、普通の人のメイク剤って、ほぼほぼ合わなくなるんですよ。 うーんまあ、いろんな意味でご本人が、ね、変化されているのでどうしてもこのノリが悪くなったりとか、まあ、その中でしかも,しかも、ね、ご本人のですからねご本人のメイク用品で2 <laughs> 日目もいい感じでそのままでっていうのは、まあ、そ,れそれまでのケアが本当に良かったんだろうなとただただ思うばかりです。 嬉しいです、それができたのもやっぱりかりんさんと、ね、ご縁をいただけてたからっていうことだから、うん、あの本当に、ね、後,後半というか素人、専門職の方以外でも分かりやすいセミナーをオンライン上ですけどしてくださってるじゃないですか。うんうん、だからあれをもっとその在宅 でね頑張って、うん、あのお家でおみ取りをって考えてらっしゃる素人、うんうん、一般の方にも、うん、もっと広まればいいなってすごく、うんうん、もう今今だから余計に言える感じですはははいはい、はいそうですねあのこの勉強会の意味としては、うん、まあ今ね、うん、おっしゃっていただいたようにその家族さんを ででもできる、まあ、一般の方でもできることを広めたいなっていうのが一つあるんですけど、うん、あともう一つは、うん、一般の方の,その耳の中にご本人の死というのを何回も連呼することで、うん、死を心の気持ちの準備をさせておくこうなるんだというのをしっかり分からせて差し上げるとそうするとはい、はい、怖くないというか、ね、あの少しこう準備ができる。うん あのこうなるんだなっていう、うん、例えばなくなってから硬直してちょっと口一回閉じた感じになるけど時間が経つと硬直はなくなるからまた口が開いてくるとかだからそういうふうになったらまたタオル入れましょうとかはい、はい、そういうのとか、うん、あとね、まあ、簡単なことで言うとだからそういうふうにして準備ができるっていうのはすごく大切ですよね。本当にそう思いました だからもし変化が起こっていったとしても、ね、あ、これがかりんさんがおっしゃってたあれかみたいな。で、ね、でこう、うん、<laughs> 確認しながら、なんか向き合えたというか。そうですね。うん、うん、なんか予期せることが一番な不安ですもんね。本当そうそう、わからない。から,から不安っていうのは。 うん、だからってねやっぱり家族のことだから、はい、あの何かしてあげたいっていうのやっぱり最後,の最後まであるんですよね、はい、この時期それそれそれねそれ今回あの <laughs> 手もマッサージされててで保湿もすごくされてたということで、うん、お肌のこの顔の、うん、いや見事にそうそうすごい。うん、いやで最後脳幹。 だからせっかくその片腕片方だけでもそのずっとマッサージをしてあまり変わらない状態にできていたから納棺う、うん、した後にうんとにその後やってくる追いっ子めいっ子たち子どもたちにもその手を触らせてあげたいなって 思ったしそ,のそれもやっぱりあのカニさんがいろいろ言ってくださってたからその要望をきちんと全部もうとにかく要望はとりあえず伝えてみようって思ったのでだからあの、ね、その農家の姿の写真もカニさんに、ねはいはい、確認してもらったら、うん、手が出てることが素晴らしいって言って右手かな <laughs> 右手ですよねご本人の。あ右手手がつなぎたいって ね、もし言ってくれたなら、うん、もし、ね、やっぱりその死っていうものが子どもたちにとったら、やっぱりある意味、まあ、怖いものだったとしたら、うんうん、やっぱり祖母,に祖母だとしても、遺体に触るっていうことが怖がるかなとも思ったんですけど、それでももし触れる状態にしてあったら、うんあのね、触りたいとか、あの触ってもいいかって言ってくれるかなって。 でその時に、すべてお布団の中に手とかがしまわれてたら、触れないしって思って <laughs>、それも伝えたら、やっぱり出してくださったんですよね、ちゃんと。そうですよね、これ、やっぱり言ってみるものですよね。本当にそう思いましたうん、うん、だかからら、うんまあ、事前ののの相談時あ そのアピールもしっかりね、うん、するようにっていうことを教えてもらってたから、うん、そ,それもしっかりしてたし、<laughs> で、やっぱりあの実際に農家さんはね、うん、その時じゃないとお会いはできなかったので、この地域はね、だから、その時にきちんとその思いは全部伝えるっていうのは、本当に大事だなと。素晴らしいい、うん、いですあの本当にもにで実際その、ねうん、棺の中の棺中祖母にあの触っていいかっててか 子供たち、ね、うん、あの、はい、追い込み、こう言ってくれたので、うん、あやっぱり手、出せてね、あの握手ができる。うん、形に、してもらってて良かったなとも思いましたし。そうですね。うん、うん。うん。そうそう、あのー。 ここここよく私たち遺体従事者があの、うん、すごく希望するところだけど、なかなか伝わらないところのうちの一つとして、何かやりたいことを言ってほしいっていうのがあるんです。はいはい、で、えー、何かやりたいことはありますか？とか、あの何か、うん、なんだろうこ？困ってることはあるか？とか。そういうふうに具体的に聞いたとしても、実は何が、うん、何をやっていいかわからない。今、何が困ってるのかわからないっていうのが。 本人がみんなそういう気持ちだと思います。うん、家族さんのなので抽象的にね。こういう風うにあの聞かれること自体がなかなか、うん、あのその場で脳幹の儀とかのね。その脳幹さんが来てまあ、初めまして。の脳幹子さんが関係性のない家族さんに、うん、どうしたいですか？って言われても、うん、誰もその時いや手出したいんですけど、とか誰も言えないと思うんですよね。<laughs> 多分多分誰も言えないとそうそう思うんですけど、その事前から。うん あのそういうことができるから行ってみてくださいねとか、まあ、誰かが、ねうん、声かけてあげてたら勇気を出して言ってくださった、まあ、今回のともみさん,ん,んだなとあとね事前から言ってたっていうのめちゃくちゃよくてはい、はい、そうすると葬儀屋さんはここの家族さんはご遺体ご本人個人様に対して愛情がすごく強いから、うん、このうん、うん、結構いい脳鑑士さんをお願いしようって考えるんですよ。 だからベテランの方とかを呼んでくださったりとかすごくお上手な方を呼んでくれるだけどあんまりその個人様にそんなに、ね、あのそんなに愛がなさそうな家族さんだったら <laughs> それなりの <laughs> ご本人なのでこ遺体従事者が来るっていうのが確かに、まあ、どこの世界もそうかもしれないんですけどなんかそれを感じまでも、はい、そうですね。でもやっぱり まあ祖母の場合は、うちの場合は、ある程度、年齢にしても、その病,病状というか、体の状態にしても、うん、前回お話ししたように、余命、あと2か月だったところが2年まで引き延ばせたっていうところなので、<laughs> その間、やっぱりいつ何が起こるかっていうところはあったんですよね。だからいつ何が起こっってもきちんとゆっくりあの お別れができるようにバタバタしてあららららってあっという間に仮装でお骨になっちゃったよということにならないようにっていう心構えができるあの時間が実際あるあったといえばあったんだと思うんですよね。それがやっぱり急にね交通事故で亡くなられたりとか、うんそういう突然ってなるとやっぱりちょっと 環境として私もいくら事前に情報というか勉強をさせてもらっていてもここまでできなかったかなっていうところはあるので本当にすべてひっくるめて運が良かったっていう言い方が正しいかわからないんですけど本当、介護って言ったら本当に地方の介護仮想の限界で。 いろんな壁がある中で本当に最初にカリンさんおっしゃってくださったようにとても人に、ね、お話しできる状況じゃな,いなかったこともたくさん実際ありましたけどそんな困難も全部ひっくるめてあのすごく周りの方々にも恵まれた、うん、あの介護からのお見取りお見送りっていうところだったかなと今、振り返っても思いますね。はい 私勉強会の時に在宅の勉強会の時にお伝えしてるのが家族さんはいつの段階で喪失感を覚えるかっていうふうな項目の時にこのお亡くなりになって葬儀が始まりますね。でご葬儀の時って自宅で葬儀する時なんですけど鯨幕だったり黒と白の幕貼ったりとか祭壇作ったりとかあと人がーってきたり 聴聞客が来たりとかあ、まあ、いろんな、うん、あの親族も遠方から駆けつけたりとかで結構ワイワイして、まあ、ご葬儀が終わってからちょっと喪失感を具体的に覚える方も多いと思うんですがその前段階として介護ベッド、うんね、介護ベッドを撤収した時うん、うん、にあのかなり今みたいなところが広く,な広く感じてしまって介護ベッドの撤収、うん、あと医療者が来なくなる。 あのねまあ、頻繁というか、ね、定期的にいらしていた先生とかあと看護師さんとか、うん、その他ケアマネさんとか、うん、いろんな方々がお家に出入りした福祉とか医療の方々がいらっしゃらなくなったりすることで、うん、そこの,あの人が来なくなるっていうのは、ね、少しこの親族が来たりとか聴問客が来たりでちょっとカバーしてくれるのかもしれないんですがこの介護ベッドの撤収に関してはどうでした、うん、あそこですか、ね。あの 祖母を引き取ったその6年前が、ちょっといろいろ事情もありで、介護サービス、まあ、住んでるも地域が変わるっていうことで、あの介護サービスゼロからスタートだったんですよね。で、介護の何もわからない状態で、とりあえず入院した、緊急搬送で入院して、うんうん、そのお世話をしてで、退院したタイミングから在宅介護が始まったんですけど、うん とりあえず退院する、退院が決まってから、うんあの、受け入れる体制を整えないといけないということで、はい、全部購入だったんですよ。えー、購入 <laughs> なんか介護サービス <laughs>、まあ、ケアマネさんもついてない、はい、みたいな、そんな状態であの始まったので、うん、だから、あの介護ベッド、いわゆる介護ベッドではないけれども、介護ベッドとほぼ同じ機能は備わっている。 ベッド普通のベッドをあの購入してへ<ー>祖母を迎えたんですよ、だからベッドなくなってないんですよ、あ <laughs> <ん>なくなってないけど、はいはい、じゃあどうするって言って、で、祖母をお世話してたお部屋は、まだ今、葬儀とあのおつ屋敷の写真も加わって、写真だらけなんですけどうん、うん、メモリアルコーナーみたいな、そうそう、はい、で、やっぱりあの家族葬で、本当に身内だけでやったので、<laughs> うんうん、あの まあ、親戚等々もねあの、ちょっとずつお参りに来てくれたり、うん、あとうん、うん、もうすぐあの49日の法要をするんですけど、はい、来月、うん、その時にもあの、法要自体は別会場なんですけど、あの来てもらうっていうことで、うん、ベッドをですね、うん、ソファーにアレンジしまして。あ<ー> <laughs> 送ってくれたやつ、あれベ、ベッドだったそう、ベッド、えー、これ、ソファーベッドって、い他の写真をお見せした方にも言われたりしたんですけど、普通に、だから、っ、えー、と,証拠、えー、と上下するようなベッドで、頭の部分があの上がったり、足の部分が上がったりっていうような電動ベッドなんですけど。ははいはい、はい あの本当にね祖母が使ってたお布団を、うん、あの今いろんないいものがありますね布団収納袋がちょうど背もたれになるような三角形の形みたいなのもあるんですよ。あそれを3つぐらいポンポンポンって背もたれに背もたれ風にするとお布団の収納場所にも困らなくて最後にビヨンって伸びるソファーカバーをかけたら。 ああらあらソファーに早変わりみたいなねちょっと応接間的な感じでこのお部屋は使っていく感じになると思うんですけどね、えー、ああじゃあそのじゃあ私がお伝えしているいわゆる喪失感の代表の介護ベッドがなくなる撤去っていうのは今なく<ん> <laughs> な,ないバージョンもあるでも初めてです初めて聞きました、うん、あ本当に初めて私が 今まで担当したあの在宅ミ取りの個人様の中ではい、はい、それままそれを使うっていうタイプも今までいなかったですね。へえさすがあのマットレスはね最後、うん、やっぱりえっと二ヶ月ぐらい。 かなまあ、動く筋力は残って5つ、ベッド上で過ごすことが増えたので、うんうん、その褥瘡の予防も兼ねて、うんうん、ウレタンマットを入れてもらったので、それは、はい、あのなくなったんですけど、うんうん、引き取っていただいたので、なんですけど、ベッドそのものは、ね、ある状態なので、何ら変わらない感じなんですよね、かその喪失感もなく、いまだにまだあの全然普通に。うんうん <laughs> 過ごせてる感じだしあとお彼岸が,があったじゃないですかあったじゃないですかというかお彼岸でも開けましたけど、はいはい、あのちょうど、うん、去年の夏にあの猫さんをねちょっと保護して、はいはい、でその猫さん花ちゃんっていうんですけど花ち,、うん、花ちゃんがすごい。 ケアラーじゃなくてケアニャーとして、すごい祖母のお世話をしてくれてたんですよね、心のケアというかね、アニマルセラピーって言いますけど、はい、その花さんが、ですね、ちょうどお彼岸の中日から明けるぐらいまで、うん、あのな,なんでしょうね、あ祖母が帰ってきてるなっていうのがもう明らかにわかるような行動を取り出して。 高いところ、猫は好きだから上がるんですよね。はい、でよく動画とかにも出てくるエアコンの上とかー、はい、カーテンレールの上とか上がるんですけどあのにゃーにゃー言いながらまあ駆け上がっていって、うん、天井をすごいきょろきょろしながら手を伸ばして、えー、あのおいでおいでするというか<ー>でパッとロックオンし,したかと思ったらたたたとそっちのほうに行ったりみたいな。<ー> バーバー帰ってきてるってこう声かけながらよく、うん、まあ見てるとその後たーって降りていって祖母の,あの家と遺骨のところに行ったりみたいなだかもう本当にまさにお彼岸の中日からですね彼岸、まあの入りとかはまだだったのであおばあちゃんはちょっと他に回って中日にここへ帰ってきたのかなって,て <laughs> 思ったんですけど。<laughs> そ、ね、そんんななこともあありながらかか、ね、かしてますますすすだだっの子ででよねあの今ぜ全目、うん、目は片目だけナちゃんはそうそう片目が、ね、あの保護したときにはちょっと両目もう,つぶつもう無理かなっていうぐらい、うん、あの目が潰れちゃってたんですけどずっと。 <laughs> そっちのお世話もしてたら、片目、うん、途中まではあの目薬でね、なんとか頑張ってたんですけど、うん、右目がね、ちょっとレンズがポロって出てきたタイミングがあって、今、片目で頑張ってるんですけどね。お母さんとか、ともみさんのお母さんとか、どんななんですかあなんかね、あのー、母もやっぱり、なんでしょうね。 周りの方はやっぱりやりきった感っていうところがあるからもう最後までお見送りのところので、うんうん、だからあの悲しみっていうのよりも、うん、そういう思い出話とかが普通にできるのかもしれないねって言ってくださるぐらい母も私も涙がない感じなんですけど、うんうん、でもやっぱりあの1人になった時間 ですよね、とかじわじわ来てるみたいな感じはありますねそのひぎの中にもっとあれも入れてあげればよかったあっちでふあの不自由してないかねみたいなのをこう思ったりするみたいなんですけど私はあの祖父がですね、はい、あの祖母の旦那さん祖父がもう30年前に68で行ってしまったのでだから大丈夫よって<ー>もう30年この30年の間におじいちゃんが、うん「うん でおばあちゃんを迎え入れる支度をバッチリしてるからってそうです、若いおじいちゃんが、ね、<laughs> イケメン待ってる。<laughs> 男前だねって先生に言ってましたからね、だからそうです、美智子さまも美人だし、すごい綺麗になったじゃないですか、最後、すごい、しわもないし。ますまたね、ちょっとご遺体の写真とかは、あとはあれですけど、手の写真とかね。 えっと、介護ベッドのソファーバージョンの。<laughs> そう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 。X. X. 投稿もね。<laughs> あれはあれは勉強でみようかと思いますので。<laughs> ぜひね、あ、こんな形になるんだって、<laughs> うん、見ていただけたらと思います。そう、前に教えてもらったね、タオル人形もしっかり何。うん、何十人っていうぐらい、妹家族が、子供たちも含めて、うん、あの作ってくれて。そうだ。もう、賑やかな棺で。うん、はい。 そこは旅立ちましたということでね、本当一般の方にも本当に、うん、あの事前の準備だったり、うん、もっともっとこのカニンさんのこの思いご遺体でのケア、うん、だから、うん、あのすごい綺麗なお見送りもできるよっていうのね、素人でも伝わったらいいなと思います。うん、ありがとうございます。またあの頻繁にお呼びしますので、ぜひあの <laughs> <laughs> ちゃんとアシスタント業の方もね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。<laughs>